おかんが癌で亡くなって6年になる。癌を見つけた時には、もう余命1年の宣告。親父と相談の上、おかんには告知しなかった。1年、騙し続けた。私はその時、2番目の子供を妊娠中。大きい腹で、おかんの病室に通った。ある日、おかんが、私の腹を撫でて、まだ見ぬ孫の名をつけて呼んだ。おかんの死後、ちょうど、1ヶ月の日に娘は生まれた。母が呼んでくれた名前を娘につけた。すごく愛しそうに呼んでくれた名前だから、迷わなかった。母は、夢に出てくることも、姿を見せることもなかった。妹のところにも、私は、母を騙し続けたことに、とても罪悪感を感じていた。たとえモルヒネが処方されて、お姉ちゃん、母は、私をこう呼んでた、この薬は何？と聞かれても、ただの鎮痛剤じゃね？とか言ってごまかしてた。一日ずつ命が減っていく母に、それを悟られまいと必死で嘘ついてた。母は私を恨んでる。何の心の準備もできず、亡くなったのは私のせいだ。親父は、母の闘病中から、娘より若い愛人を作って、母のことは、全部私に任せていたので、余計責任を感じてた。私のところに出てこなくても当たり前だよな、そう思ってた。先週、娘とお風呂に入っていると、娘がこう言った。ママ、私の名前は、ママのおばあちゃんがつけたんだよね。ああ、話したことあったかな、と思って、そうだよ、と答えた。私、この名前大好きって言ったら、おばあちゃんが嬉しいって言ってたよ。驚いた。いつおばあちゃんに会ったの？と、聞くと、いつもいるよ。ミルちゃん、って、白い猫さんとお庭とかに。ミルちゃんは、母の死後すぐに死んだ、母の可愛がってた飼い猫。写真も家には残ってないし、娘が知るはずもない。思わず娘に聞いてしまった。おばあちゃん、ママのこと怒ってるでしょ。で、娘は、明日聞いてあげるね。って答えた。娘には見えるけど、私に見えないのが何よりの証拠。娘のとこには出て、私のとこには夢にすら出ない。嬉しいけど、悲しかった。でも、その夜、夢を見た。おかんだった。実家の両親の部屋で、生前座ってた、椅子に座ってた。膝にはミルちゃん。夢の中で、私は母に謝った。ごめん、騙しててごめん、号泣した。ごめんね、お姉ちゃん辛かったよね。お母さん怒ったりしてないよ。毎日病室でいろいろ笑わせてくれて、楽しかったよ。母が手を握ってくれた。温かかった。一層泣けてきて、自分の泣き声で目が覚めた。起きても、母の手の感触が、体温が手に残ってた。朝起きてきた娘が言った。おばあちゃん、ママとお話ししたんでしょ？おばあちゃんが言ってたよ。よかったね、ママ。今も、娘は母が見えるらしいけど、私には見えないまま。でもそれでもいい。母がそばにいることが分かったから。もうすぐ、母の命日が来る。お墓と仏壇掃除して、母が大好きだった作家の新刊でも備えてやろうと思う。